まずはこの言葉から伝えさせてください。本当にありがとうございます。宗教法人幸福の科学に出家し、現在千年よし子として活動する清水文香さんが大川隆法総裁の講演会に出演しました。出家騒動以来初の公の場となった今回の講演では、来年夏公開予定の映画の主題歌を熱唱。感極まった様子で5万人の観衆を前に挨拶しました。これからは皆様と一緒に共に一歩一歩を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いします。今日は本当にありがとうございました。映画の主題歌、はい、この日のためにね1ヶ月半前からボイストレーニングをやっていたんですけれども、まあ、映画の方このあとこの他に7本も出演が予定されているということなんですね。さてその、清水久美香さんなんですけれども、はい、8月の12日徳島で行われます阿波踊りの方に参加する予定です。阿波踊り、川さんよく行ってるじゃないですか。そうなんですよ、行きたいと思うんですけどね。新聞さん一緒に行きますか。なぜ